皆さんこんにちは。チョコボラのポンです。ジローです。すごい食べたねポンちゃん。ポンです。ポンです。今日はですね、はい、パイパイ会ですよ。パイパイ会。パイです。パイです。ポンとパイです。そう、そんなわけでね、今日はパイボールという品種についてご紹介していこうと思います。イエーイ。パイ、いろんな種類いるんですよ。そしてですね、うん、みんな可愛いんですよ。ちょっと一匹ずつ見ていきましょうか。はい。ではまず一番左のね、ちびっこたち、トン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 といますが、これ全部スワッグボーラーでブリードした子になります。スワッグボーラー CB ってやつですね。手前からね、バナナパイ、多分パステルバナナパイじゃないかなって思ってますが、ね、こんだけいろんな種類のパイちゃんたちがいます。でね、みんなハイパイすぎてね、もう真ん中とかね、真ん中の子とかね、あれなんですよ、もう顔以外全部白いんですよ。このね、真ん中の子がすごくてですね、顔だけ模様が出てるね、俗に言うハイパイの子ですね。他の、うん、そう、他は全部真っ白で顔だけ模様が出てるっていうね、非常に可愛らしい子とか、めっちゃ可愛い。この子はね、すごいね、やる気満々、やる気満々ですけど、体にすごいドキツイオレンジが出てるね。これまあミドルって言っていいんじゃないかな、ミドルパイでしたり、ね、この子の頭だけのね、ハイパイのバナナちゃんとかね、いろんな子をちょっとねブリードしました。で、これがベビーちゃんたち。はい。次が、お願いと、次はね、結構大きい、まあベビーちゃんたちと比べると大きいだけで、まだまだね、小さいサイズの子なんですが、ローまでいかないけど、ミドルのパイボールの子ですね。はい。パイボールの子です。うん。ちょっとポンちゃん持ってあげて。ね、この子もね、なかなかいい感じに柄と白のバランスが取れてて、しかもね、ちょっと口パッチみたいな模様もある子なんですよ。ここね。そうそう。目、鼻、口パッチって。めちゃくちゃ可愛い。これもパイボール。うん。そう、今紹介してるのね、全部パイボールという種類なんで、みんなパイボールが入ってるんですね。すごいよね、こんな違いが出るって。ね。見てられるね。うん、もっとこうやって顔探したくなるね。ね。次この子がですね、ちょっと雰囲気また全然変わりますね。ドラゴンフライエンチパイ。めっちゃ綺麗。この子はですね、あの販売個体というのはここですね、うん、当店でブリードしている子なんですが、なんとこのポンちゃん一目惚れしてですね、この子は絶対に抑えるべきだとおっしゃったので、当店でキープさせていただいております。めちゃくちゃ綺麗だ、この子は譲らないぜ。非常に可愛いし。でですね、今度はね、ジローさんがね、お気に入りのパイボールになります。はい、GHI モハブパイボール、めっちゃ綺麗。顔の柄とかがなくなってね、うん、そう、もうただの目しかついてないみたいな、目だけポチョンってついてるみたいな顔がね、すごいお気に入りなんですよ、僕。ポチョン。はい。でね、なんていうのかな、水墨画みたいなね、独特の雰囲気があってね、うん、この濃淡もそう、黒と緑と白だけで表現されてる感じ。黒っていうか、なんて言ったら、この辺はね、ゴールドっぽいし、うん、この辺はね、結構緑、深緑っぽいし、めちゃくちゃ好きな子です。で、こんな鮮やかなパイボールもいるし、このね、柄がいっぱいいるパイボールもいるし、うん、こんなね、全然柄のない子たちもいます。パイボールはね、みんな違ってみんないいといったところでございましょう。
けしか見れるスワッグボーラーです。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまたね。またね。じっくり見ててみな。好きだわ。ご視聴ありがとうございました。当店の在庫状況は概要欄にありますホームページに記載してあります。よろしかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまたねー。